見習い忍者のスミレだよ。好きなものはサンドのご飯、これがあればどんな試練もへっちゃらだよ。苦手なのは犬、考えただけでも足がすくんじゃうよ。こんな私だけどよろしくね、車掌さん。今なお秘境に息づく忍者の隠れ里は、とてもロマンがありますね。スミレさん、今日は貴重なお話をありがとうございました。どういたしまして。じゃあ今度は私の番。この世界の騎士についていろいろ教えてほしいな。ずっと里にいたから忍び以外の職業はよく知らなくて、どんな風に戦うのか前から気になってたんだ。そうですね、隠密を主とする忍びと違って重装備を用いて先陣を切る、そんな戦法が一般的ですね。最前線にいち早く向かうための機動力も必要ですし、ミストトレインのある現代でも馬に乗って戦う方がいるとか。馬か、なんだかかっこいいな。あ、そうだ、いいこと思いついた。忍者も馬に乗ればもっと早く移動できるかも。そしたら主様のピンチにもいち早く駆けつけられるよ。それは果たして忍びと呼べるのでしょうか。馬に乗っていたら足音や匂いで気づかれてしまうのでは。ああ、そうだった、そういうの全然考えてなかった。せっかく主様にかっこいいとこ見せられると思ったのに、明日から早速練習するつもりだったのにな。忍者には忍者なりの戦い方がありますから、そう落ち込まないでください。忍術を習いたい？ロベリアさん本気なの？はい、誰にも気づかれずこっそりテクノフォースをもらえないかと。テクノフォースって確か男の人から取れる栄養のことだよね。でも確かその絞り方ってその、はい、恋人同士で行う特別な行為、つまりぜ、ああ大丈夫、言わなくてもわかるから。つまりその恋人同士がやるようなあれをしないとテクノフォースはもらえないんだよね。ですから無理やり絞るというのは気が進まないんです。そんなことをしたらお相手の方を傷つけてしまいます。ですがどうしても必要になった時にそれを得るための手段が欲しいんです。なるべく本当に誰も傷つけないやり方で。なるほど、気づかれないうちに絞れば問題なしってことだね。だから忍者の私に白羽の矢が立った。お願いです、スミレさん、この通りです。そういうことに術を使うのはどうかと思うけど、テクノフォースがないとサキュバスは生きていけないんだよね。もしそうなったら一大事だし、元の世界にも帰れなくなっちゃう。よし、わかった。もしかして教えていただけるんですか？もちろん、友達が困ってるんだから助けなきゃね。同じ世界から来た特鉄隊の仲間なんだし。ありがとうございます、スミレさん。では早速忍術についてお教えください。じゃあまずは有名な術について説明するね。火を起こす火遁とか、風を吹かせる風遁、水に隠れる水遁あたりが有名かな。なんだか魔法のような技ですね。私にも覚えられるでしょうか？修行を積めば無理じゃないと思うけど、問題はどうやって絞るかだよね。ロベリアさんはどうするつもりなの？それ
ですね。もしかして考えてなかった？はい、忍術についてはまるで素人でしたので。あ、今思いつきました。フートンでスカートをめくってエッチな気分にさせるというのはどうでしょう？そんなことでうまくいくかな。そもそもそれって忍術使わなくてもいいような。じゃあ忍者の飛躍で眠らせるのはどうでしょう？できれば丸一日くらいずっと眠ってもらえるような。そんな便利なもの持ってないよ。それが無理なら惚れ薬よ。それもないよ。そもそも薬があったとしてどうやって飲ませるの？それも考えてなかったとか。はい、なんだかいけない企てをしてるみたいで気が引けて。お人よしすぎるのも考えものだね。この調子だと術を学ぶより忍者の基本的な動きを覚えた方がいいね。忍者の身のこなし、抜き足、差し足、忍び足みたいなものでしょうか？ちょっと違う気もするけど、そんな感じかな。気配を悟られないことは基本中の基本だしね。あ、気配を悟られない、そんな風にできれば気づかれないうちにテクノフォースがもらえるかも。そういうこと。というわけでまずは歩き方から練習しよう。はい、すみれさん。最初に音を消して歩く方法を教えるよ。足音だけじゃなく絹ずれの音も呼吸音も出さないように気をつけて。やってみると思っていた以上に難しいですね。音を立てずに歩くって。音だけじゃなく意識にも気を配らなきゃね。敵意をむき出しのままでいると熟練の相手にはすぐ見つかっちゃうから。そういうものなんですね。忍者の世界は奥が深いです。ロベリアさんの場合はテクノフォースを絞るっていう気持ちをどれだけ隠せるかだね。どこかに人がいれば練習相手になるんだけど。あっ、今日のライブでのふたちゃん一段と眩しかったのです。まぶたに焼き付いて前がよく見えないのです。あれは唐川さん、とても幸せそうなお顔ですね。それになんだかフラフラしてるね。よし、今なら気づかれにくいかも。え、すみれさん何をするんです？気配を消す練習だよ。唐川さんに気づかれないようにこっそり近づくの。無事にそばまで近づけたら成功だよ。私が手本を見せるからついてきてね。それ。はい、抜き足、差し足。なんだかいけないことをしてるみたいです。これではまるでストーカー。集中してロベリアさん、雑念が入ると相手に気づかれちゃうよ。今誰かの視線を感じたような。それにサキュサキュという独特な足音も聞こえます。まさか誰かつけてきてます？なんですかそれ。私そんな足音するんですか？しー、聞こえちゃうよ。あくまで冷静にゆっくりゆっくり近づいて。はい、ゆっくりゆっくり、あと少し、ゆっくりゆっくり。ロベリアさん大丈夫？
何してるんですか？ああ、実はこれには深い訳が。なるほど、スミレさんの元で忍者修行の真っ最中だったと。そうとは知らずに突き飛ばしちゃうなんて申し訳ないのです。てっきり怪しいストーカーか何かと勘違いして。いえ、そんな、それを言うなら勝手に後をつけた私の方こそ。うん、元はというと私が始めたことだから。やっぱりこの訓練はやめた方がいいかな。それはもったいないのです。ぜひ私も参加させてください。本当？じゃあ唐川さんがそう言うなら。唐川さんまで忍者修行がしたいだなんて、急すぎてびっくりしちゃった。でもどうしてそんな。そんなの大好きなふたちゃんのために決まってるじゃないですか。やっぱり千里を一瞬でかける忍びの脚力、それがあればいついかなる時でもすぐふたちゃんの元に駆けつけられるのです。ふたちゃんが病める時も、傘を忘れ雨に打たれる時も、はやてのごとく駆けつける、そんな存在に私はなりたいのです。ああ、そういう理由か。でも今すみれさんは私の修行に付き合ってもらってて。なら一緒に稽古をつけてもらえばいいのです。それで万事解決なのです。いや、一度に二人も見れないよ。私まだ見習いだし。そこをなんとか。ここは一人前の忍者になるための修行だと思って。一人前の忍者、確かに二人教えるくらいで音を上げてたら里の大人みたいな立派な忍者にはなれないよね。すみれさん、どうかご無理はなさらず。よし、わかった。唐川さんのお願い聞いてあげる。本当ですか？ありがとうございます。大丈夫なんですか？そんな安請け合いしちゃって。大丈夫。それじゃあ二人とも、ここじゃ狭いから一旦外に出よう。相手に気づかれないまま猛スピードで接近する、その訓練を今からやるのですね。うん、ロベリアさんと唐川さん二人の要望を合わせてみたんだ。こうすれば文句ないでしょ。うーん、気配を消すこともままならないのに、その上早く動くなんて、そんなこと私にできるでしょうか。何事も挑戦だよ、ロベリアさん。まずは私がお手本見せるね。向こうにある植木まで行って戻ってくるよ。え、スミレさんが消えたのです。はい、ただいま。何が起きたんですか？まさかこの一瞬の間にあの木まで走って戻ってきたとか。そのまさかだよ。二人も修行を積めばいつかはこれくらいできるようになるよ。錦の忍びにも劣らぬ素早い身のこなし、素晴らしいのです。唐川もあんな風になりたいのです。それじゃ二人ともついてきて。私を標的だと思って足音を立てずに素早く追ってきてね。標的？私の場合は人間さんですね。唐川の場合はふたちゃん。あなたの唐川が今向かいます。唐川さん早い。でも欲望だだ漏れだよ。それじゃ気づかれちゃうって。人間さんに気づかれないように慎重に慎重に。ロベリアさんはゆっくりすぎ。もっと走って。はい。ふぅ、今日も修行でいい汗かいたにゃ。おにゃ、
なんだか運動場が賑やかだにゃ。もう限界です。ローベリアさん、まだ諦めちゃダメだよ。完璧にできるようになるまでみっちり鍛えてあげるから。いつの間にかすごいやる気になってます。からかわはこれ式のことでへこたれません。愛しのふたちゃんのためなら、たとえ火の中ゲームの中。その息だよ、からかわさん。それじゃもう一回。待ってください。あ、スミレが弟子を取ってるにゃ。これはつまり一人前の忍者に一歩近づいたってことにゃ。よし、それなら日光も負けてられないにゃ。もう一度鍛えてくるのにゃ。